和歌山県の情報をお伝えする紀の国21、テレビ和歌山アナウンサーの佐藤瑞穂です。それでは早速今週の特集をご紹介しましょう。前半は障害の有無にかかわらず生き生きと職場生活を送れる社会の実現に向けた取り組みを紹介、後半は楽しみながら動物の飼い方を学んでもらおうと開かれた催しについてお伝えします。紀の国21、前半は障害の有無にかかわらず誰もが生き生きと働き社会生活を送ることのできる共生社会の実現に向けた県の取り組みについて紹介します。まずは労働政策課の岡本課長に主な取り組みを聞きました。障害者の社会参加の実現のためにはその適性と能力に応じた障害者の雇用促進、それから職業的自立が重要と考えております。そのためには就職に必要な知識や技能の習得、それから事業主のご理解はもちろんですけども、社会全体の理解も必要と考えておりまして、和歌山労働局をはじめ関係団体と連携しながら取り組んでおります。そこで障害者を対象としたパソコン操作、販売や接客業務の実習など職業訓練を実施しています。また県では障害者の就職やその後の定着を図るために職場実習やインターンシップも実施しております。さらに社会全体の理解を促すため障害者雇用に関するセミナーなどの開催や、また関係団体との共同による街頭啓発、障害者を積極的に雇用する事業所や勤務が良好な方を表彰するなど、周知や啓発、機運醸成を行っています。国では事業主に対し従業員の一定割合以上の障害者の雇用を義務付けており、この割合のことを法定雇用率と言います。従業員が 43.5 人以上の事業主が対象となっていまして、民間企業では法定雇用率が 2.3% 以上となっています。本県の民間企業における障害者実雇用率は 2.49% であり、全国平均の 2.2% を 0.29 ポイント上回っています。これは県内事業所の皆様が障害者雇用に対して積極的に取り組んでいただいた結果だと考えております。県としましてはいい意味でこの結果にとらわれることなく、先ほど申し上げましたような取り組みをさらに進め、一人でも多くの障害者が雇用されるよう取り組んでまいりたいと考えています。9月16日、模範的な勤務態度で成果を上げている障害のある人や、積極的に障害のある人を雇用している事業所などを称える表彰式が和歌山市のホテルで行われました。県と独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構が、国が定めた9月の障害者雇用支援月間に合わせて毎年行っているものです。式では商工観光労働部の大川労働政策参事が里坂知事のメッセージを代読したほか、関係者が挨拶しました。続いて優秀勤労障害者として厚生労働大臣表彰を受けた西畑智和さんが紹介されました。西畑さんは和歌山市にある緑茶の製造販売会社株式会社玉林園に26年間勤務し、同僚から信頼を集める真面目な勤務態度などが評価されました。続いて障害者雇用優良事業所として県知事表彰を受賞した海南市に本社のあるガーデニング用品の製造販売会社株式会社高商と、優秀勤労障害者の県知事表彰受賞者2人、それに全国障害者技能競技大会アビリンピックの入賞者に
表彰状と記念品が贈られました。また2つの障害者雇用優良事業所と優秀勤労障害者2人が独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構理事長努力賞を受賞しました。優秀勤労障害者として厚生労働大臣表彰を受賞した西畑智和さんの職場、和歌山市出島の株式会社玉林園を訪ねました。西畑さんは44歳、県立特別支援学校を卒業後玉林園に入社し、主力商品である緑茶入りのソフトクリームグリーンソフトの製造に携わっています。西畑さんに厚生労働大臣表彰を受けた感想などを聞きました。緊張感を持ってちょっと冷や汗とかで、やっぱりもらうんで、表彰式もらうんで、やっぱり緊張を持ってドキドキしてました。選ばれたね、やっぱり嬉しかったです。はい。玉林園の林社長は今回の西畑さんの受賞を共に喜び、今後は職場のリーダーとしても期待したいと話します。もちろんおめでとうということで、一生懸命やってくれてるというのはもう間違いないことなんで、他の人も引っ張っていくようなこともやってるんで、より一層そういう方に力を入れていただいて、今特にグリーンソフト一生懸命作ってくれてるんで、きちっとした商品を作っていただくというふうなことに努力してもらえればいいかなと思います。西畑さんに今後の抱負を聞きました。まだみんなに助けてもらわなあダメなんですけど、やっぱりその助けるとこは助けて、助けてもらうとこは助けてもらわないとダメだと思ってますけど、自分でもできる範囲はなるべく頑張ってしようと思ってます。一方、こちらは海南市小野田にある株式会社高商の中央ロジスティックセンターです。商品の保管や輸送など物流を一元管理するところで、障害のある従業員7人が勤務しています。指定された商品を倉庫からピックアップするピッキングや、商品の梱包、検品などの業務に携わっています。高商全体では障害のある人を11人雇用していて、商品のデザイン開発を行う部署や営業の現場にも配置しています。本人の意向や適性を把握して職場定着につなげているほか、新規に採用するための職場体験を実施するなど、障害者雇用に関して他の事業所の模範になっていると評価され、今回障害者雇用優良事業所として県知事表彰を受賞しました。まず障害者支援センターの方たちに、この人はどういった仕事ができるのか、どういった業務が向いているのか、いろいろ話を伺いました。その上で職場体験をしまして、双方問題がないことを確認した上で雇用という形を取りました。で、採用してからですけれども、業務をマニュアル化しまして、障害者の役割を明確化しました。それから周りのスタッフに、この人はどういった障害があるかを理解してもらうことも大切だと思います。で、見ているとですね、すごくやりがいがあるように感じられます。今では処理能力も上がりまして、このセンターでは重要な戦力というふうになっております。で、これからも、障害者雇用については積極的に進めていきたいと
というふうに考えています。その結果として社会的責任が果たせればというふうに思います。鷹匠に勤務して3年半という矢倉さんにお話を聞きました。上司がいろいろ業務を教えてくれたり、みんな優しくて働きやすいです。作業は自分のペースで黙々とこなしていきます。体を動かす仕事なんで体力には自信あります。いろんな業務を覚えて職場に貢献したいです。最後に労働政策課の中西さんから県民の皆さんにメッセージです。先ほどの映像にあるように、障害のあるなしに関わらず企業で生き生きと働いている方々がいらっしゃいます。これはご本人の努力に加え、職場の皆様をはじめとした周囲の方々のご理解ご協力によるものだと考えております。障害のある方の社会参加のため、誰もが働きやすい職場づくりを推進できるよう、障害者雇用について県民の皆様にはご理解ご協力をよろしくお願いいたします。紀の国21後半は、動物愛護管理法で定められた9月20日から26日の動物愛護週間中に開催されたワウフェスタの模様について紹介します。9月23日紀美野町にある動物愛護センターで和歌山アニマルウェルフェアフェスタワウフェスタが開催されました。まずは環境生活部の天野食品安全参事にワウフェスタ開催の目的や概要について聞きました。皆さんの中にはペットを飼われている方も多くいると思います。犬や猫などペットがいると毎日が楽しいですし、生活が豊かになります。何よりとても可愛いですよね。幸せな気持ちにしてくれます。ペットを飼っている方はきっとペットを大切にされていることと思います。しかし多くのペットが幸せに暮らす一方で、保健所や動物愛護センターに収容される犬や猫もたくさんいます。最近ではボランティアさんの協力もあって、新しい飼い主さんのもとに譲られる犬や猫が増えています。この5年間で約5倍にもなっています。それに伴ってやむを得ず殺処分に至る数は5年間で約5分の1にまで大きく減ってきています。もっと減らしたいのですが、そのためには収容される犬や猫をさらに減らさなければなりません。収容数は昨年度の1年間で1475匹にも上りました。また正しい知識を持たないままで犬や猫を飼ってしまって、その数がどんどん増えて手に負えなくなってしまうということもあります。このことを多頭飼育崩壊と呼んでいます。こういうケースの犬や猫が収容されることもありますし、増えてしまった猫が野良猫になってゴミを荒らしたりして苦情が出てしまうこともあります。こういう悲しい事態を防ぐために、動物を飼っている方みんなに実践してほしいことがあります。まず適正使用です。これは飼い方の正しい知識を持って、飼い主もペットも周りの人も誰も困らないようにしましょうということです。それから終生使用です。これは命が尽きるまで大切に飼いましょうということです。最後まで一生懸命飼ってあげたならば、悔いや悲しみも和らぎますし、幸せな気持ちが残ると思います。紀美野町にあります和歌山県動物愛護センターでは、この大切な適正使用と修正使用を広めるために、飼い方講習会や飼育体験教室などいろんなイベントを開催しています。今回
紹介しますのはワウフェスタです。9月の動物愛護週間に合わせて開催しました。参加された皆さんが犬のしつけ方や動物の命の大切さを見て触れて楽しく学んでいる様子をご覧ください。それから人と動物が共生する潤いのある社会づくりに取り組んでいます動物愛護センターの役割と仕事についてもこの機会にぜひ知ってください。ワウフェスタは朝10時の犬の散歩体験から始まりました。先着順で受け付けられた参加者は動物愛護センターのスタッフ犬とセンター内を散歩します。参加者は散歩中にする排泄物の処理の仕方も体験していました。続いて飼い犬と参加する犬と一緒に楽しく学ぼうが始まりました。このイベントは正しいしつけについて学べます。講師はジャハ家庭犬インストラクターの石田千春さんです。参加できるのは観察注射済み表をつけていてワクチン接種が済んだなど条件が揃った犬です。毎日のお散歩、そして遊んであげる。この遊びっていうのは脳の栄養、心の栄養と言われてますので、たっぷりしてあげていただきたいと思います。石田さんにイベントを通じて伝えたいことを聞きました。ワンちゃんそれぞれ個性がありますので、その性格、個性よく知っていただいて、いいところを見てあげてください。悪いところだけじゃなくて、いいところを見て、そして褒めてあげる。そして忍耐の強さを持って、いろんなことを教えてあげていただきたいと思います。愛情があればできます。そして時間もたっぷりかかるということを覚悟しながらワンちゃんを飼っていただきたいなと思うんですね。お散歩も大変ですけども、すごく人間の健康にいいんです。ですから犬を連れてってるんじゃなくって、人がワンちゃんに健康のためにお散歩連れてってもらってるっていうふうに考えていただきたいと思うんですね。犬を飼う以上、いいところをしっかり見られる飼い主、ポジティブに考えてあげてください。そうするとワンちゃんの脳もきっとポジティブになっていくと思います。イベント参加者に感想を伺いました。あんまりこういう機会ないんで、自分でいつもだったら家で自分でやってるだけで、だからこんな感じで実際他の犬もいてるところでできるのが新鮮 で、まあ、犬もやっぱり楽しく学べるんで、すごい勉強になったと思う。ガサガサするんですけど、やっぱり先生にやってもらった時とかやっぱり賢くできるんで、それをまた家でも実践できればいいかなと思います。個人的に、まあ、先生にしつけ教室させてもらってるんですよ。で、まあ、まだまだなんですけど、まあ、飼い主がなってないんで、僕らがなかなかうまいことできあんねんけど、まあでもうまく教えていただいてるし、まあ、ちょっとずつ勉強しながらっていうか、噛む、うなる、そういうことがあったら手放す人も多いです。だからやっぱりしつけとマナーっていうのはもう大事です。もう人間も犬ももう心に傷がつかないように、そういうもうかわいそうな犬が一匹でも少なくなるように、しつけとマナーはもう大事だっていうことを飼ってから実感しました。続いて和歌山県愛玩動物協会代表の山畑幸也さんが講師を務める動物愛護教室が始まりました。山畑さんは正しい犬との触れ合い方や命の大切さについて話しました。最初特にお伝えしているのはしつけと訓練の違いで、皆さんに必要なのはしつけっていうやつで、訓練ではないんですけど、例えばお座り伏せっていうのをよくやるんですけども、しつけと訓練の違いっていうのは日常生活に必要であるかどうかなんですね。例えば大事なのはやっぱり人を噛まないとか、無駄吠えをして近所に迷惑かけないとかいうことなんで、それでなければあとはもうほとんどいらないんですね。
例えば言い方はきつい言い方というかですけども、お座り伏せができなくても困らないんです。病気にもならないし死んじゃったりもしないわけですから、うん、だからできてもできなくてもどちらでもいいことは訓練っていう、で必要なことはしつけっていう、そういう判別をしていただいて、で必要なことで人慣れをしていただいて、噛まないようにする、吠えないようにするということが大事かなということでよくお話ししてますね。教室に参加して感じたこと、ワウフェスタの感想を伺いました。気持ちよかったです。さっきだったかな、なんかふわふわやってる。僕もその犬飼ったことなくて、で、まあ、子供たちが飼いたいっていうのがよく言ってたんですけど、実際まあ触ってみるのが、まあ、今回よくとてもこう いい経験できたなっていうので、まあ、接し方とかそういうのもすごく勉強になったし、今回はそれがすごくいいなと思いました。すごく楽しかったです。気持ちよかった。プラバンとかお散歩とかが一番楽しかったです。最後に動物愛護センター湯橋さんに県民へのメッセージを聞きました。今回ワウフェスタに参加していただいた方には、修正使用や適正使用について楽しく学んでいただきましたが、これから新たに動物を飼おうと思っている方にも、ペットショップに行く前にこれから飼おうと思っている動物がどれぐらい生きるのか、つまり寿命がどれぐらいあるのかといったことや、お世話をするのに手間や費用がどれぐらいかかるのかといったことについて事前によく調べていただきまして、本当に最後まで大切に飼うことができるのかどうかということをよく考えていただいて飼うことを決めていただければと思います。また動物愛護センターで犬猫を譲渡希望される方には、飼い方講習会を定期的に開催しているんですが、譲渡に限らずこれから動物を飼おうと思われている方もぜひこの講習会の方をご受講いただければと思いますので、よろしくお願いします。すでに動物を飼っていらっしゃる方も、その動物の命が尽きるまで責任を持って飼っていただくためにも、十分なお世話ができないような数に増えてしまうようなことがないように、去勢避妊の手術を実施していただくことや、また飼い主さんが怪我や病気などで引き続いて世話をすることが難しくなってしまうような時のためにも、代わりにお世話をしてくれる方をあらかじめ見つけておいていただくことなどをお願いできればと思います。動物も飼い主さんもまた周りの方も幸せな一生を過ごせるように、皆様一人一人のご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。続いては和歌山県優良県産品プレミア和歌山を紹介するプレミア和歌山のコーナーです。プレミア和歌山とは和歌山県内で生産製造されたもの、安心安全を重視したもの、和歌山らしさ、和歌山ならではのものという観点で優れた県産品を認定推奨する制度です。さあ今回はどんな県産品が登場するのでしょうか。こちらをご覧ください。さまざまなフルーツが自慢の紀の川市にやってきました。今回紹介するプレミア和歌山推奨品はこちら、ロハス農園のイチジクプリンセスです。令和3年度プレミア和歌山推奨品審査員奨励賞を受賞しています。木の上で完熟させたイチジクをタイミングを見極めて収穫しています。完熟のイチジクはとてもデリケート、その名の通りお姫様のように丁寧に梱包にも気配りをしています。イチジクプリンセスは木の上で極限まで完熟にさせた、ふわふわとろとろの甘いイチジクです。でそれを朝取りしたものを農家から直送で新鮮なままお届けする、こういったことを実現している商品です。イチジクはやっぱり熟度が一番美味しさの決め手になると思ってますので、ただ収穫していくんではなくって、その時時の状態を目で見て手で触りながら確認して、もうベストのタイミングを収穫することをこだわってます。
もう今まで食べたイチジクの中で一番おいしいって言っていただいたりとか、イチジクそんなに好きじゃなかったんだけれども食べてみたらめっちゃおいしいっていうご意見いっぱいいただいていて、それが励みになってます。評判も上々のイチジクプリンセス、おすすめの食べ方を教えてください。一番おすすめしたいのは生でもうかぶりついて食べていただくことなんですけれども、それ以外に私がすごく気に入っているのがサラダ、イチジクのサラダです。グリーン野菜と一緒にクリームチーズとかカッテージチーズを入れて、でそこにオリーブオイルとバルサミコ酢なんかをかけたおしゃれな感じに仕上がるサラダなんですけれども、イチジクがすごく果物っていう範囲を超えてすごくサラダにも合いますので、ぜひ試してみてもらいたいです。イチジクといえば和歌山っていう風に皆さんに思っていただけるような美味しいイチジクを提供していって、どんどんこう和歌山の美味しいものが全国に広まるといいなと思っています。プレミア和歌山推奨品はホームページで、商品リストをご覧いただけます。それではプレゼントです。今紹介しました有限会社ロハス、ロハス農園のイチジクプリンセスを3人にプレゼントします。プレゼント応募の際のキーワードは共生社会、共生社会です。和歌山県広報課のホームページにアクセスして、紀の国21プレミア和歌山プレゼントコーナーのプレゼント応募フォームからご応募ください。パソコン、スマートフォン、どちらでも簡単に応募できます。はがきでの応募は郵便番号 640-8585 和歌山県広報課紀の国21の係まで。応募キーワード、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号など必要事項を記入してお送りください。締め切りはどちらの場合も10月12日水曜日です。応募の際には番組へのご意見、ご感想をお願いします。なお、プレゼント当選者の発表は発送をもって返させていただきます。紀の国21、来週は世界遺産に登録されている荒野参詣道の保全活動についてお伝えするほか、収益性の高い農業を目指して試験研究に取り組む農業試験場団地園芸センターを紹介します。来週もぜひご覧ください。それでは今日はこれで失礼いたします。